この方です。ドゥン、おお、ハッピーアラウンドフロム D4DJ さん。アニソンを歌ってるこうアニメというかゲームからのユニットさんなんですけど、チーフルちゃんが、メンバーの一人、このピンクの方が、私一回だけ舞台に出たことがあるんですよ。その時に一緒だったんです。わー、嬉しい、久々にチーフルちゃんに会えるの。わー、嬉しいです。しかもその時まだユニットとかをされてなくて、歌って踊れるのをちんはるちゃんとして認識して初めて見れるから嬉しい、楽しみです。あんまりアイドルライブとかに出てないと思うんですよ。多分ちんはるちゃんのインスタグラム見てる感じでは全然出てないと思うので、レア。そうそう、舞台でね一緒だったの。それからずっとインスタつながってて、わー、久しぶりに会えるの嬉しいですね。ーご縁だよ、よろしくお願いします。わー、楽しみ。ただいまのステンセさんはこんな感じになってます。チケットの二次選考抽選の受付が始まっています。今の間に抽選に応募してもらえると、何番が来るか分かんないので、まだ申し込んでないよっていう方も焦らなくて大丈夫なので、この放送が終わったら、でも締め切りが来ないうちに申し込みよろしくお願いします。はい、ということで今日の発表は以上でした。5月10日は琴音の日のコーナーでした。うわー、すごいね、豪華。いやー、楽しみになってくるね。君の声を救いたい。